どうする？おーい、どうして？トモチ生きてたの？トモちゃん、誰か高藤君にも反応してやれよ。心配してたんだ。君たちを置いていった俺の判断に間違いはなかったと思っている。俺はどうでもいいよ。私は正直ムカついてるけど、今さらぐちぐち言うのも鬱陶しいから。それとも私たちが来たらまずいわけ？それは異世界においての数少ない仲間なんですから、協力し合わないでどうするというんですか？誰？秋野空さん、学校でも芸能界でも有名なアイドルだけど。しかし彼らが信用できるかどうかは。それはあなたが同じ目にあったなら復讐に走るようなさもしい感性の持ち主だからではないのかしら。矢崎がリーダーって聞いたような。そのはずだけど。俺たちは2階に立ち入り禁止なのに、女子は1階を自由に移動できるって何なんだよ。優吾くん、こいつら誰って顔してるよ。うん、君たち誰？マジかよ、俺結構お前に話しかけてたぜ。いっつも眠そうな顔をしてたから。俺らは落ちこぼれ同士、よろしくな。落ちこぼれかどうかはまだわかんないよ。でも高藤のクラスはインセクトハンター、虫を殺せるだけなんだろ。そう、君たちの能力は？俺のクラスはコックだ。僕はリーダー、どんな本でも読むことができる。お？ん？誰だろう。いや、不快かよ。高藤君、ちょっと話いいかな？うん。話って何？お隠し様。何者だよ。死神だからもうお隠し様に全てを任せる必要なんてない。ろくに話もできないのは分かったけど、何しに来たんだよ。これまではおそばで見守り続けろと言われながらも、近づくことも直接見ることすらできなかったんだ。これは超常なるものを見通す目なんだ。でもここに来て力を失ってしまった。話ってのはもういいの？あなたが力を解放していないことが分かった。おう、あいつやっぱりおかしいだろう。いる？いらねえよ。で、エロゲマスターって何なの？どんだけ前のめりなんだよ。クラス名なの。エロゲマスター牛尾信也くん、エロゲマイスター宗方圭一くん、エロゲマニア矢立光雄くん、3人合わせてエロゲ三貴族って呼ばれてるんだよ。それで？能力は本人の性質が反映されたものらしいって分かってさ。どんな能力？牛尾が時間停止、宗方が投資、矢立が触手。触手？壇ノ浦さん、高藤君のことで相談があるんです。わかった。高藤君、ちょっといい？ああ。本当に申し訳ありませんでした。ほら、キャロルも謝ってください。わい、なぜ私が？第一問開いてるんですよ。つまりいつどこでだってちょっとムカついたぐらいで即死させられるってことなんです。そんなことはしないけど、その言われようにちょっとムカついたかな。普段クールぶってる涼子が慌てるのは面白いね。あんたたちは俺のことを知ってるんだよね。そう、私は機関から、涼子は研究所、さっき部屋から出ていった深井くんは教団から。高藤くんを監視するために派遣されてる。監視はあると思ってたけど、3人もいるとは思ってなかったよ。ところで、二人きりでここまで来たってことは、やることやっちゃってる？そういうのないからね！もう！今の状況について聞かせてもらっていいかな？つまり、秋野さんの聖眼っていうスキルを使って、クラスメイト相手のギフト使用を禁止にしたわけね。時間停止は触れられなければどうということはなかったのですが、投資は発動してるかどうかわからなかったので。そんなのと同じ場所にいるのは嫌だよね。それで矢崎くんじゃまとめられなくなって、秋野さんがリーダーになったってわけ。誓いを破れば死んだりするの？ビーム！高藤くんたちはなんで私たちと合流したの？賢者のシオンって人と話をしたいんだよ。帰る方法を何か知っていないかと思って。あ、
普通は帰ろうとするよね。私も賢者になるしか道はないのだと考えていました。ねえ、みんなと一緒に帰る方法を探せないかな。やめとこう。今は偉業を達成する道しかないのに混乱するだけだろ。一応俺たち協力関係ってことでいいんだよな。私はそのつもりだけど。何なりとお申し付けください。